わあどうもこんにちはパンチパンダです。よろしくお願いします。先日ほんと4日ぐらい前かな、4日前に毎日動画投稿しようって決意したんですよ。もうツイッターでもツイートしまして、もう毎日動画投稿するぞ。その2日後に終わりました、2日坊主。いやでも毎日動画投稿したいよね。したいなー。したいけど続かないんだよね。いや難しいよね。本当にすごいと思う、マジで。毎日動画投稿ずっとやってる人マジですごいと思う。尊敬する。だって時間足らなくない？編集とか誰かに任せるって言っても撮影毎日するってことでしょ。無理だよ毎日は。まあ1日に何本か溜め撮りするのかもしれないんだけど、それでも毎日はすごい。ほんと仕事ほんと仕事じゃん。頑張ろう僕も。まあということで、これこの俺の動画って何歳ぐらいの人が見てんだろう。あ、18から24が圧倒的なんだね。圧倒的か。そうなんだ。84% 未登録。韓国 0.2。タイ。あ、これあれだ。炎上するやつだ。あれ台湾だっけ、タイだっけ。なんか中国がめちゃくちゃ怒るところで。君たち今何？こんな感じなの。圧倒的にピラミッド型だね。ちょっとターゲット層を65歳以上にしますね。まあ、高齢化社会なので。なんだろう、路線バスの旅とか？え、どうですか ?1% の65歳以上の方。何が見たい？路線バスの旅とかかな？旅系かな？どうだろう？何見てます？ 65 歳以上の方。まあ、ということで、まあ、24とかもそうなんですけど、年取るじゃないですか。普段ね、生活してて、何もしてなくても、年取ってるじゃん。1日経って、2日経って、3日経って、365日経ったら1歳追加と。あげます。いげませんって。俺マジで毎回いらないって言ってんのに。いらないって言ってんのに、あげます。いらねえよっていうことなんですけど、もう押し付けがすごいじゃん。でね、その、何のスキルも上げずに、のうのうと生活してる俺が、Y がフリーター系が、フリーターって今何人だ？日本の総人口のうち約 1%、およそ100人に1人がフリーター。少ないなぁ。思ったより少ない。もっといると思ったんだけど、1%？ いや、少ないよ。いや、もっと頑張って。フリーター期間が長いほど正社員に、いいからそういうのは、いらないよ。やめて！やめてください。怒るよ。でも別に正社員になる必要あるかな。まあね。やっぱ現にこうやって言われてるわけじゃないですか。まあ別に言われてはないんだけど、バカにはされてなかったんだけど、今のデータ的には。でもね、そのフリーターってさ、結構年齢がいけばいくほどさ、バイトとか新しく新人で入りましたって言って、その新人で入ったところのバイト先のみんながみんな年下で、なんならそうだよね、数年後にはY店長と同じぐらいの年齢とか、なんなら店長よりも年上だぞぷいみたいな感じの人間になる可能性もなきにしもあらず。怖いよ、怖い。自分の限界超えそうだもん。てか超えてるもん今。更新中。年齢的にはマジで、なあ、でも年齢だけでも1日毎日更新ってなると、なんだろう、なんか、もう悪い気はしないな。どうすか、ここにいます？コメント欄とかにいますかね。私フリーターですよ。僕フリーターですよ。みたいな方。あんまいないよね。少ないよね。てかわからない。コメント欄の方に質問箱というか、なんかそういうのやっときますので、今の方は適当に、そういった自分のバイトのやつとか書いていただければなと思うんですけど、Y はね、一個だけあったの。そのね、一回ね、雑貨屋さんで働いた時があって、まあそのバイトに入ったら、その、バイト勢が結構大学生とかが多かったんですよね。で、大学生でもないし、俺、みたいな。じゃあフリーターとか、ってなると主婦の方ぐらいしかいなかったんですよ。なんなら年上で男の人っていうのがほぼほぼいなくて、まあ、なのでどっちに絡むかっていうと、どちらかというと大学生寄りだったんですけど、でも大学生の中でもちょっと省かれる系で、俺大学生じゃないからちょっと会話に入れないみたいな流れもあって、ちょっと嫌な気持ちはしたよ、した。いや、もう呼びたいもん、ゲスト。フリーター家来る、俺んち。ちょ、喋ろうよ。お互いさ、そういう、なんだろう、その、世の中に対するさ、不平不満みたいなのないの？やだよね、とか気まずいよね、とか辛いよね、とか苦しいよね、とか生きづらいよね。生きづらい？やっぱね、生きるのって本当に大変。いや、マジで最近ね、本当にね、日本国民の4割とは言わないけれども、せめて3割ぐらい、生活保護税増えてほしい。今何割なの？生活保護受けてる人。生活保護は、1.64%1.64% か。平成27年3月に過去最高を記録した後に、現在までに約10万人減少してる。これね、良くないんすよ。テレビでさ、結構生活保護もらってる人さ、なんか結構批判されてるじゃん。で、なんかその、お前生活保護もらってるのみたいな風潮じゃん。でもね、生活保護は別に悪いものではないのよ。あのね、ハリーポッター作った作者いるじゃないですか。ハリーポッター作った作者。イギリスの方かな？イギリスの方で、その人もまあ、その国での生活保護もらってたんですよ。で、生活保護ってもともとね、
アルバイト先でサバ読み括弧2歳若くしているのですが、そのうちバレてしまうでしょうか。今18歳ですが、訳あって16歳ということで働いてます。給料は手渡しで、履歴書も大まかなところしか書かなくていいというアバードな店長さんが個人経営しているケーキ屋さん、なんで16にしてるんだろう。年上にしてるんだったらわかるけど、その年齢制限があって16歳だったら働けないから18にしてるとかだとわかるけど、自分の口から言ってしまう場合を除いて詐欺が分かってしまう可能性ありますか。今の状況だったらまだないんじゃない、手渡しだったら。あと大体のバイト先は給料は振り込み制だと思いますか。そういった場合は口座の情報などからすぐ年齢は分かってしまう。それはね、でも分かると思うよ。自分の口から話す以外でバレるとしたら、あなたの身分証がアルバイト先の人に、ああまあそうだね、誰かの口コミ、あそうだね、うん、口座から購入、あないんだね。そうなんだ、銀行口座で年齢分からないんだ。口座から素人には分かる。あすごい、あはいはいはい、皆さん分かんないらしい。これ知りたい、分かる分かる分かる。支払いがやばいです、フリーターです、次の支払いでスマホ覚えし、これね俺もね数ヶ月後来るかもしれない。掛け持ちしてコロナ禍のシフトは削られています。何かお金を作れる方法ありますか。お金を生成するね、それねすごい気になる。ベストアンサー、社会福祉協議会行って緊急告知資金が、それさ借りるんでしょ。借りるのやだな。給料の前借り請求書、借りる系しかないの。借りる系なの、借りるのか、借りるのか、借りるのはやだ。もらえるのないの、なんか。まあ、ただね、年上、なんだろう、自分の年齢気になる、する人いるじゃん。タレントさんとかが年齢詐称したりとかしてて、男の人より女性の人の方が気にすんのかな。なんかバイト先で年齢詐称してますって。フリーター勢。フリーター勢いないかな。フリーターを束ねたいよね。今後、パンチパンダ国家としては。世界観、YouTube のチャンネルの世界観を出していきたい。フリーターの諸君、こんにちは。パンチパンダだ。みたいな感じの、ちょっとね、今後やっていきたいな。よろしく頼む。的だ、パンチパンダ閣下に改名しよっかな。ただね、予想以上にフリーターの割合が少ねえ。まあ、僕のやりたいことが見えてきました。フリーターの割合を増やす。おめでとうございます。はい、ということで、まあ、本日ですね、2月23日は天皇誕生日ということで、うん、なんか今年から初めて、なんか去年までは12月だったんだよね。12月にあれだったんですけど、まあ、天皇のあれで、うん、まあ、ちょっと あれになったということなんですけど、その、ハッピーバースデーということで、初めてね、なんか、伸びてる。いや、伸びてる、うん。俺の中では結構伸びてるんですよ。ただね、やっぱ、このツイートは、やっぱ、ねえ、その、賛否両論あるというか、うん、あるじゃないですか。まあでも結構リプランとか見る限りだと今のところ、うん、なんかその、うん、面白いね、みたいな感じのはあるんですけれども、うん、だからちょっとね、これは微妙なところかな、みたいな。で、なんかね、リプランってよく、すごい言われてるのが、不敬罪。うん、不敬罪、こいつ不敬罪じゃねえのか、みたいな感じで言われてて。でも、普通になんかおめでとうございますっていう、理論武装は一応持ってるんだけど、ただ俺は調べて、不敬罪は今、撤廃されている。これは俺の勝ちだ。不快に思った方はすいません。ごめんなさい。